はい、どうも皆様こんにちは、ピーターマンです。今回は番外編ですね。ワールドトリガーボーダレスミッションの訓練機の番外編をやっていきたいと思います。まあ何をするのかというと、今回は一人ではなくゲストにこの二人をお呼びしております。ギャサリンです。ホイキルです。ダメるね。はい、というわけで久しぶりのね3人再会しまして、まあちょっと番外編なんでストーリーとは関係ないけれど、まあ、自分がどれだけこう強くなったかを確認したい、なるほど、っていうのがあって、まあ胸を貸してあげましょう。はい、お呼びしました。ピーターマン隊のギャサリンとホイキルさん、はい、です。はい、というわけでじゃあ対戦ルームに行きましょうか。はい、リスポーン回数4回、20分で、フィールドはちょっと広めに工業地帯にしました。はい、了解です。で、僕はもちろん一人でやるんで、はい、こっち側です。なるほど。あのね、そっちじゃないよ。こっちに行けばいいの？こっち行けば、そっち行けばいい。はい、はい、お願いします。はい、で、私使うのは普段のミワちゃんとかトッキーではなく、まあ、ちょっとレベルを下げて、カラスマ京介で行こうかなと思ってます。おー、なるほど。まあ、焦げつ使いではあるので、私一応ね、はい、一回とりあえずこれで、わかりました、行こうと思ってます。了解です。ギャサリンはいつものごとくキトラです。はい、はい、今回ピーターマンが本気ということで、僕もちょっと本気で行かせていただきます。本気すぎるよね。聞いたんですか。これ何もつけてないよね。なかなか、はい、何もつけないですよ。ブラックトリガーでもないですよ。よかったよかった。はい、ブラックトリガーの方がありがたいんだけどね。ああ、そうですね。弱いから。まあまああんま強くないですからね。じゃあ、まあこれで行きましょうか。はい、はい、行きます。行こう。間違った。押した。丸ボタン押しちゃった。丸ボタン押した。久しぶりって怖い。二人同時に急だけど。キュンって。びっくりした。ベールアウト。ここでも。先生離脱。よし。キトラ隊になってる。キトラ隊っすよ。カラスマいるぞ、こっちは。ありえない。手抜いていいんですよ。カラスマいるから。手抜いていい。キトラはね。キトラはね。あ、キトラさんはね。まあ、キトラの稽古になんかジンさんが来たみたいな。ありがた迷惑だよ。ついてきたみたいな。クソ迷惑だよ。さて、さて、じゃあ、お手柔らかに、いや、お手柔らかに、お手柔らかに、お願いします。ちょっと手抜けないんでね、ちょっとすいません。マジで不器用なんで。いやー、まあ、僕基本的に多分実況していくんで、僕画面で映してるんで、また、はい、私は普通に焦げつ先空は左手持ちになってる。あと、Sクード持ってます。まあ、これは京介が持ってるんで、多分使いません。アタッカーなんでね。はいはい。あー、一人で索敵したら、あれはジンさんだな。うん、違うな、グラスホッパー持ってるから、あれキトラか。やりに行こう。横にジンさん。よしよし。君らも喋っていいんすよ。はいはいはい。なるほどね、来てるね。まあ、こだ、先空攻撃。2対1に持ち込みたいところですね。当たらなかったな。先空攻撃。この、なるほど、この距離か。オーケーオーケー。スパイダーで来てるね、グラスホッパーで上か。中に入ってんだ。近い。おう、攻撃。あれ当たってるよね。君ダメしたのになんでダメしたくないの。ちょっとそれはね、不服だね。そういう感じで、これネットワークだね。あれ今当たってたよね。誰君ダメしてたよ。いや当たってないですよ。あれおかしいな。つかなんか、なんでガンナ使ってんのお前。アタッカーじゃないの。それダメでしょ。それはダメですよ。なんのこと。それはルール違反ってやつですよね。違うのやめてほしいな。回復はしないですよ。熱い勝負しましょうや。先空攻撃。焦げつ。よし。来てるね。焦げつ溜めてるね。ここで。なぜ止めた。なぜ。それはダメだろ。それはね、ちょっと予想外だね。すいません、ちょっと。おグラスホッパーでね、飛んでくるから。体調忘れてました。さあ、どうする。だから使うなって。打っちゃダメですよ、それは。それは、この時点で君の負けは決まってますから。いやいやいや。いや、何発撃たれたな、メテオラに。しかもメテオラだもんね。吹っ飛ばされんだよ、ね、メテオーラ。バックワームか。どっちだ。結構近いとこいんな。バックワーム使ってくるな、ちゃんと。先空攻撃。当たらなかった。負けないよ。よっ、空中切り。よしよしよし。やばい、ジンさん、ジンさんやばいぞ。さあ、どうする。ガードしてる。ガードしてる。空中先空。あ、逃げた。逃げおった。イコマだったら当たったのにな、今。イコマ先空だったら降りたね。やばい。20分しかないですからね、一応。しかってから結構長いけど。まあ20分はかからなそうですけどね。そうだね。さて、これは当たらんだ。空中から。よし、オッケー、ナイス。自分を鼓舞していく。ナイス。自分を鼓舞していく。ナイス。近いな。挟まれたな。リターンダウェイ。リターンダウェイ。アウェイだね。見失ったか。当たらないよ、そこは。先空攻撃。よし、あり。よしよし。ベイ、まだ。ベイ。ベイ。ベイ。
これは仕留めに行こう。うまい。だから僕の方が早かった。早かった。惜しいね。当たってるよ。当たっ、なんだ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 。画面がおかしい僕。画面が狂った。ジンさん。ジンさん。ジンさんミリ。今多分実況を見てる人は分かったと思うけど。すごかった画面が。なんか起きました。ガガガガガガってなって。君がね瞬間移動しまくった。まあ特殊能力が。特殊能力がね。出ちゃいましたから。さすが最大エフェクト。あまたしてるあいつ。瞬間移動やめてマジで。これはね困るな。ちょっとねさすがに京介さんでもねあれは対応しきれないですね。時空を歪める能力ですよ。うん、さーて。さてさて。先空攻撃。下手する簡単に折れますよ。君はね。そうね。確かにね。折れますよってはって折ったけど僕じゃないよ。自分のだった。自分に言ってます。やるね。なんで仲間ごと切られた。切られた。さっき止められたもんだぜ。忘れてなかった。仲間割れすな。忘れてなかったか。仲間割れすな。先空。あいつはもう取るよもね。よし。うわうわうわって。うわそんなダメージのリアクション。ほっ、すげえ。うまいね。切り合いを消耗する。 あいつ威力高すぎるよね。あれ多分あれ鬼だな。あれ多分鬼だよ。いやいや威力が高いので僕は鬼じゃないですよ。だからどうしようかな。ホイケル捕まえて鬼だなんてね。そうひどいですよね。なんで僕攻められてんの。鬼だなんて。捕まえた。止めるわよ。うわぁ。はいよ、すげえ。ラスト、お前だけだ。いいでしょう。近いな、リスポーンが。近い。なんで真横にリスポーンするの、こいつ、いつもいつも。やばいな。おい。さて。あ、消えたな。上ですか。捕まえた。どこだ。消えたな。でもこんだけ、こいつら絶対ガチだから、これで勝てば、多分相当僕は強くなったと、私は思いますよ。そうですね、結構ガチですよ。超ガチだよ、だって。びっくりしたほうがガチだから。まあ別にいいんですよ。まあ、それでこそね、成長が見込めるって思うんですよ。こっちの成長もね。うん。あたりに敵はいない。先駆。よっしゃ。ああ。壁越しの先駆。完璧よ。よしよしよし、勝ちました。いやー、よかったよかった。はい、まあ私がね、頑張って、はい、超頑張って勝ちましたけど。いや、どうすか。ようやく第一関門ってところかな。いや、ね、結構頑張りましたけどね、私。いやいや、まあね、分かってると思いますけど、結構頑張りましたよ。まあ、1対2っていう場面はザラにありますからね。あるからまた、僕1対4で勝ってますからね、一応ね。1対4 1対 4, 4あー、なるほど。いや、あのね、辻ちゃんスタイルの時さ、はい、アタッカー4人を相手にして僕1人で勝ったからね、何回か。ああ、なるほど。言うてね、うん、いやまあ見て私たちではないし、ね、そうですよね。まあまあコンピューターですからね、それはありますけど。ヒューマンじゃないですよね。ノットヒューマンだけど。ノットヒューマンですよね。CPU ですからね。いや、別にヒューマン2人とコンピューターで。そうね、4対1ぐらいでやってくれないとやっぱり。あった。これでちょっとしたら認められない。なんで。そうですよね。なんでそこから上からいった。これで勝てばもう言うことはないです。もう何もない。もう何もない。あ、君らに認められないとダメってこと。もちろんそうだ。マジで下からのね。そうですね、信頼としては。分かった、そうしよう。分かりました。勝ちますよ。お、その代わり君らが負けたら2人とも石棺部屋に入ってもらうっていう感じでいいですか。おっとおいける、頑張れ。いや押し付けんな。いや部下に押し付けんな。おいける、いや、上司、上司できるところが上司。あ、そうだね、上司だね。最低だ。一回入ってるから恐ろしさを知ってる。最低だ。分かりました、じゃあ勝ちますよ。でもちょっとさすがにあの、まあ、アタッカーでもいいんですけど、はい、相手全員アタッカーじゃないと僕勝てないさすがに、はいはい、からちょっと変えていいですか、キャラクター。どうぞ。分かりました。それはね、まあいいでしょう。じゃあ僕あの後出しじゃんけんで見てから変えるから。ああ、分かりました分かりました。選んでいいよ。はい、僕これ見てるから、自分の中身見てるから。はいはいはい。誰にする。どうしようよか。どの男子にする。男子いるんですけど。男子いるわ。さて、早くしろよ。さて、選びましょう。誰でしょうか。クワユーマになってんだもんね、いつの間にか。なんでクワユーマになってんの。じいさんどこ行った。いやいや、僕はこのゴーダレスミッション始めた時から育ててたんですよ。まあそうね、ずっとね。僕のね、アマトリちゃんと一緒にね。一緒に、そうですよ。育ってきたもんね、一緒に。上がってたじゃないですか、一緒に。だったら僕、アマトリちゃん使ってもいいんだけど、アマトリちゃんちょっと強いので、耐久低いけどね。だからちょっと僕もどうしようかな、アタッカーやめてシューターガンナースナイパーあたりにしようかなとは思ってるんだけど、はいはいはい、うん、この人たちがね黙っちゃってるからね、はい、キャラ選択してて。選んでますからね。大丈夫かな。まあまあ、こんな感じ。とりあえずまずね。お、決まりか。とりあえずまず引き、とりあえずこんな、okay、こんな感じですね。どうぞ、はい、なんだ。キャラかぶり。あ、変えるんですよね、ここから。まあ、変えます、ここから変えるんですよね。ガンナーですか。はい、はい、
とは、あとはなんすか、まあ師匠入れときます、師匠入れときます、師匠入れちゃいますか、師匠入れるんですか、師匠持川さんは入れて、持川さんだね、今なんかすげえ持川さん不穏な単語が聞こえたけど、持川さんちょっと持川さんぬるっと入れて、まあまあいいんじゃないですか、別にレベルいかれてるけど大丈夫ですか、じゃあ持川さんと三雲さんでもすみません、あーなるほどなるほど、持ち三雲さん、いやいや三雲さんはいらないです、三雲さんはダメです、あいいんですか、うん、ちょっと早くしてください持川さん、持川さん、マジか、だって君の持川さんってさ、レベルマックスだよね、僕の持川さんはレベルマックスです、マジか、もうこれぐらいをね乗り切ったらね、まあ、まあ言ってもらおうかなって、もう何も文句はない、もう何もないですね、これで勝てれば、わかった、私はじゃあいきます、はい、私はね、みんなおなじみ、みんなおなじみ、うるしま大将でいきます、おお、君は知らないでしょ、知らないです、僕の動画見てないからさ、竹の子動画見て竹の子さいきますよ、よし頑張ろう、いいでしょう、はい行きましょう、さあ勝ちましょう、勝ちましょう、バックはもうこれで負けるわけにはいかないですね、本当だよ、頼ませ頼ませ頼ませ、あ、いいんですいいんですか、いや負けてください、いいんですか、負けてください、いっちゃいますよ、ダイヤマン高いな、ジャンプが操作しにくいな、高すぎて、捕らえた、京介か、OK、 見失った、来てるね、あのこれはこれはレイガスちなみにあのレイガスの盾はガーナの弾は防げませんから、あいや減ってますよね、減ってるよ、シールドモード、おやるね、シールドモード、ステルスオン、いけないですよ、クガイオマのシールドモード、逃げたね、逃がさねえよ、ヘッド行っちゃおう、どこだどこだどこだ、僕は真剣ですよ、アステロイド、おおおお、来たね、ステルソン、おおおおよし、一旦逃げて、すごい、ワートリっぽい、すごいでしょ、ワートリっぽいって、まあそりゃね、トリを回復してバックアーム、おっと見られてるの、いいよ、いやあいつは浮いた、よしよしギャサリンが浮いたと見せかけて横、ほら来たもんね、迎えてやるよ、ステルソン、おさあどこかな、ここだ、ギャサリン、よし削った削った、くそー、おステルソン、強すぎる、なんだこの強さはアメリカっぽい、メテオラ、いれれれれ、メテオラ、そんな時にはこれでこういける、アステロイド、天空焦げ、何やつだ、急に通販みたいなこの距離じゃ天空当たらんぞ、来てるね、ステルソン、天空焦げ、あ、くそ、強い強い強すぎる、強いよ、ステルソン、持川さん、持川先輩、くそ、僕はあの照準、あ、なるほど、こうやってやるのか、初めて知った師匠、最近あの僕 L1 長押しを覚えたんですよね、こういう初めて知った、当初からステルソン隣でやってましたよ、それなるほど、こうやってのか、あ、これすごいね、あ、超打ちやすいじゃん、これやった、ステルソン、ベイルアウト、ベイルアウト、くそ、ステルソン、一旦逃げよう、よーしよしよし、そこだいなかったバックアームオン、バックアーム、そこかみんなこっち向いた、みんなこっち向いた、やばい、超見つかってる、やーっと一旦逃げて、一人リスポーンしたな、あれはギャサリンかな、ギャサリンです、よし裏取ってやるぜステルスオン、ステルスオン、後ろだくしょ、こっちだ、なんという、なんという強さ、なんという強さ、なんという強さ、勝ってえなこいつ、なんで減らねえんだこんな、なんという強さ、くっ、よっしゃ、OK、くそー、よしよしよし、あとは持川さんと京介か、一人ずつやれば完璧な勝利だ、でもね、体力回復しないですからね、そうです、今ですね、京介のガトリング強くねえか、すげえ減るんだけど、あ、本当ですか、いやいや、いいですよ、全然、そうだね、回復しましたね、くっ、ガチか、なんでテレポーター持ってんのこいつ、ちょっと京介テレポーター持ってるよなんで持ってんのあれふざけんなよ目の前にヒュンって現れたんだけど、すげえびっくりした、多分ね、持ちたいって言ってたんでね持たせたらいいかな、本人の希望がね、そうなんですよ、じゃあ後ろだ、新生が京介、また消えた、ちょっとやばい、これやばい、くっ、ステルス、あぶねいいですね、今のは良かったね、ありがとうございます、いいね、野菜よっと、あぶねあいつバックアームで隠れたな、一旦逃げて、タッ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 、よし、隠れてバックアームオン、見えた、
見えた見えた見えた。俺の声がシールドモードそれ僕のゲーム機から聞こえるやつでしょなんでこれスクリーンチートじゃなかったでしたっけ。違うよさらに後ろだ。なぜよし、OK、お、テレソン救援に向かいます。やばい、トリオンが、トリオンもない。バックアーム、くそ、いや、バックアーム使ったらまずいな。くぅ、オン一旦逃げるぞ。よし、来てるね。よし、捕まえた。よっとととととと、おっと固まっていこう作戦っぽい。そうですね。エテオラ防がれるな。浮いた駒から取られるから。ステルトン固まっていこう。それっぽい、行きましょう確かにそうだな。ここ、車線通りまくりだな。くそ、近い、あっぶれギャサリンの一撃が。よし、ここバレねえだろ、絶対よしよしよし、来てるな。あぶな、痛い仲間クガ今飛んできたよ大丈夫、痛い、あぶねえな。このシールで来るよ。よっと、おっ、立川さん、立川さん、我らが師匠、立川さん、立川さん絶対許さない絶対許さない。立川さんにヒートがメトラヒートが止まってる。また消えた、くっそ、京介が強すぎる。ステルス、おステルス、おいろんな人が消える。いや、二人消えるの立川さんなんもないよね。グラスホッパーぐらいでしょ。グラスホッパーですね。そうだよね人のトリガーを聞くっていうここ捕まえた。よし、仕掛けるぞ。アステロイド、アステ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 、めっちゃ来てステルソン、これが集団の戦い方ですよ。シューターじゃねえだろお前。集団の、あ、集団戦ね。集団です、集団です。固まっていこう、同じことしか言ってない作戦ですからね。閉まっていこう。いや、ギャサリン捕らえた。よし、OKよし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 、おっと、ラスターホイケル、あいつを迎え撃つ。僕は今バックワームをしてないぞ。おう、どこだ、左だな、いたな、見てるな僕のこと。捕らえた、持ってやろう。ドドドドドドド、ステルソン、やばい、来てる、ドド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 ド、重い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 、ステルソン、やばい、当たらない当たらない、くそ、あいつ逃げるな、逃げの一手か、食らうか、けちゃおうぜ。優秀な部下たちがたくさんいるんでね。やばいな、よし、二人消えた、マジか、くっ、ダメ、よく見えてるじゃねえかお前こんなところだろうかと思ってね。すごいな、完璧だったな今。危ねえな。さて、どうしたものかな。固まっていこうとは何だと思うか。そうするよ、もちろんそうするよね。浮いた駒から借りますよ。シールドくらい使えよダイ、私の辞書に守りなんて言葉はないんだそんなこと絶対言わないから、ね、やめて。さて、確かに人は絶対言わない。確かに最大限の努力をして、グラスホッパー高えな。確かに悪いな、立川さん、立川さん、俺が守る。残念だったな。よし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 、やばいやばいやばい、あと少しだ。師匠、これで仕留める。見失った、そろそろ禁断のメテロだし。禁断のちょっと待って別に構いませんよ、別に切り札、もうすでになってメテオラを、でレイガスト持ちもさガトリングガンでいるからね確かに構いませんよ、いつやってもさてさてさて、あそこか、バックアモンと見せかけてアステロイド、ガクソ、あと少しだな。僕はもう姿を隠さない。お、早いな、あいつ起動型だな。起動型リーガス、起動型リーガスと、メテオラ、新しいメテオラ、あーあーミーラウト、しゃ勝ったぜ。いや、やりますね、勝った、なかなか強い。いや、これは認めざるを得ませんね、これは隊長としてね隊長認められてなかったよ隊長ではなかった。これからもね、精進を続けてほしいですね。ヒトラさん、ヒトラさん、ヒトラさん、ヤサリン、ちょっとこれうちの隊員としてどうなの0ポイントって
真摯に受け止めたいと思います。はい、お願いしますよ。素直素直。はい、というわけで2000やりましたね。ありがとうございます。まあ時間的にね、今回はこの辺で、そうですね、終わりたいと思います。それで、はい、次回以降はちゃんと本編の方戻って3人でやろうと思ってます。はい、よし、ではそろそろ終わりますが、大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。はい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。ありがとうございました。